悪魔が。いえ、死ぬのが怖くはないのですか。怖いよ、おしっこちびっちゃうよ。ならばなぜ。お兄が喜んでくれるから。彼は今まで食らってきた魂とは全く違った。イエス、ヨアハイネス。ひたすら純真に兄を思う。驚いて、やがて初めての気持ちを抱くようになった。彼を、愛おしいと。それでも悪魔である私が彼にできることは一つだった。契約通り、彼の願いを叶える。結果として、彼の魂を喰らうことになったとしても。ああ、悪魔だ。お願い聞いてくれて、ありがとね。魂を食らった相手に感謝されるなんて、初めてのことだった。